おはようございます。おはようございます。本日は新千歳空港に来ております。はい。今日は道東の遠軽町というところに行きたいと思います。遠軽町、はい。で、今回は遠軽町さんにお声掛けいただいて、遠軽町にある白滝ジオパーク交流センターというところに行きます。はい。で、今新千歳空港から遠軽町までは道央自動車道で車でだいたい3時間半ぐらい1本で行くことができるので、アクセスもとてもいい場所です。今回は実際に私たちが新千歳空港から旅をしている気分で行ければなと思います。はい。私たちが行っている道の駅スタンプラリーが遠軽町付近には3つあるので、そこにも行きたいと思います。今日は3時間半のロングドライブなので、2人で手分けしながら運転していきたいと思います。ではまずはシーさんお願いします。千歳空港を出発して1時間で岩見沢に着きました。で、ここからまた2時間ぐらいかけて遠軽町まで行きます。美味しそう。まだ我慢するか。うん、美味しそう。これはダメ？あんバターパン、美味しそう。うん。私は
道の駅白滝でスタンプを押しに行きます。はい、高速降りてすぐにあるんだね。着きました。はい、お疲れ。安全運転ありがとう。よかった、無事に着いて。うん、そうだよね。もうね、4つの地域が合併した町になってて、白滝地域、福田さん、この部族地域、4つの町村が合併した遠軽町です。そう、だからすごい広いんだよね。そうそう、なので無料の高速道路が町の中に通ってる感じかな。うん、今いるこの赤色のラインが高速道路になります。便利だ。うん、千歳空港から白滝まで来ました。歓迎されています。激しく歓迎されています。高級だね。今から白滝ジオパークセンターです。おかえりなさい。2個入りだったじゃん。あ、これです。これは竹炭が使われてるんだって。何が使われてるんですかって聞いたら、あ、クロッケ。そう、クロッケ、あの遠軽町の国宝の黒曜石、今からそれをね見に行くんだけど、それをモチーフにしてるみたいです。うん、国宝をいただきます。いただきます。国宝に指定されてからできたみたいで、うん、そうだね。うん、なんか食用の竹炭だから安心してくださいって言ってくださった。お、中も黒い。うん、中も黒い。すごい。うん、美味しい。美味しい？ジャガイモかな。うん、一年やってて。その時はね、ジャガイモもね有名みたいだよ。うん、黒い。なんか野菜も人参とかも入ってるのかな。うん、美味しい。流し出して。うん、美味しい。うん、美味しいね。うん、雨すごいですねと話した。じゃあ行こうか。うん、行こうか。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日のメイン、はい、ジオパークです。もう5分もかからずコロッケ屋さんから着きます。うん、着きました。うん、白滝インターチェンジから車で1分ぐらいのところに。うん、あ、いいね、久々に学びができるって。そうだね。うん、綺麗な建物だね。
石にちなんでか黒いね。そうそうそう、雰囲気が出てます。ここは旧石器時代の遺跡が発掘されて、うん、日本の中では一番古い国宝らしいね。うん、でこれが黒曜石、旧石器時代、これが出てきたみたいです。黒曜石は何箇所かあるんだね、うん、その白滝もそうだけど、こういう十勝とか近くにもいくつかあるんだ、日本でも。あ、確かに名前は聞いたことあるもんね。確かに代表的な産地は霧ヶ峰、島根と沖縄、大分と佐賀でもあるんだね。すごい、接合作業っていうのがあって、一回取り出したものをこういう形にするんだね。あ、そうなの、うん、へえ。こういうことか。これは大変だね。難しい。あ、ここからさらに重なる、こういう形にしなきゃいけない。え、すごいね。パズルみたい。黒曜石欲しい。欲しい？うん、武器になるよ。そうなの。石で柔らく割ったり、これは骨？鹿の角とかで叩き割ってるんだって。あ、そうなんだ。武器だね。武器だね。すごいね。うん、黒曜石は鋭利になりやすいのかな。槍の重さを比べてみよう。あ、持てるんだ、うん、あ、軽い。軽い？これ投げやすそう。あ、そうなんだ、うん、あ、これも持ちやすい。あ、これ結構ずっしりずっしり。お、先端も結構鋭利だね。光ってるね。投げたいね。で、白滝さんの黒曜石が出土したのがこっちのサハリン、うん、と新潟でもあったみたいで、当時陸続きあったみたいな。そっか、ここまで移動してたんだね、人が、うん、で逆に白滝遺跡群で出土した他の産地の黒曜石っていうのが、うん、ここに集結されてて。あ、そうなんだ。旭、うん、川とか十勝、うん、とか、じゃあここ白滝で盛んだったんだ。そうだね。へえ、うん、同じ材料からいろいろな用途の石器を作ることができますって。そう、うん、白滝遺跡は他とはちょっと違って、他のところは無駄なく石器作りを行うけど、うん、この白滝遺跡群ではもうすぐに手に入る環境にあるから、もうすぐに黒曜石を捨てちゃうんだって。覗いたら自分の顔がここに顔はねパネルに映るんだよ。あ、そういうことか。映った。あ、映った。あ、狩りをして自分たちで食べたの、動物の毛皮もこうやって自分たちで。すごいね。
強になりました。なんか昔の暮らしぶり知るのいいね。そうだね。なんか何やろから来たおばあちゃんに話しかけていただいて、うん、90歳の方で、そう、このジオパークに来るまでにすごい長いトンネルがあるんですけど、大変だったって、大変だったって大変だったって、ね、すごい人気だね。ねえ、お昼時だしね。うん、もうここの道の駅はね、アクティビティができて、うん、あそこ見てみて、リフト乗っていくんだけど、うん、そこでジップラインっていうアクティビティができるのね。でも今日雨だから困ってるね。そうだね。体験してみたかったの。いやー、自然を感じることができそうだったね。そう、じゃあ人やってもらおうかな。うん、足もあ、そう、足もあるんだよね。高濃度の炭酸泉だ。うん、すごい。ああ、いいね。見てみる。うん、こんな感じです。こんな感じだね。おお、あ、すごい超えてる。じゃあ失礼します。おお、気持ちいい。これいいね。いいね。足つけたら気持ちいいと思う。うん、運転の疲れは取ったな。取ろっかな、後で。エンガル、ね、うん、あ、このね、3つが、あ、そうだね、いいね。うん、このマークがね、意味があって、そう、道の駅のこのエンガルのね、マークね。エンガルって、あの、エンガルって名前にちなんで、ご縁があるっていうのを掲げてて、これがね、五円玉に見立ててるみたいで。おいいね、ご縁がある。そうだね、ご縁があって私たちも来ましたね。来たね。うん、おお、うん、半身揚げ、美味しいよ。綺麗だね、この駅。うん、あ、このマークも嬉しい。あ、そっか。食堂がありました、うん、フードコート。ここのおすすめしていただいたのがステーキ丼、うん、とジオソフト、はい、オマージュ。おお、ちょっと変わった。うん、美味しそうだよ。私この一日分の野菜カレーも気になる。美味しそうだよ。うん、じゃあ行こっか。うん、いいね、綺麗。テイクアウトもできます。あ、このインカの目覚めの丸揚げもおすすめいただいたね、うん、これも買ってみる。買ってみようか。野菜いっぱいだよ。ね。シックのも光ってますね。うん、あ、ステーキ。ステーキ。やったね。かわいい、うん、インカの目覚め。ね。丸揚げだ、本当に。うん、じゃあいただきまーす。揚げたてから食べてみない？食べちゃうか。あったか。うん。ふふふ。うん。色も濃い。美味しい。美味しい。確かにこれ1日分の野菜だ。うん、うーん、美味しい。野菜たっぷりで嬉しい。うん、美味しい。野菜が、シンクも野菜いいね、入ってて。野菜たっぷり。うん、タレが美味しい。うん、いいね、フードコートも充実してて。うん、カレーね、甘め。うん、うん、和風のステーキ美味しい。うん、ガーリックから和風か選べたね、うん、ソースは。
なんか学びもできるし、アクティビティもできるし、美味しいものも食べれるし、ヘンガルすごい。晴れてたらね、自然もっと映せたね。うん。わさびもつけたの？うん、わさびもつけた。交換する？交換しよう。いただきます。大きいよ、いただいていいの？こうやって。うん、柔らかい、ね、ソースも美味しい、うん、うん、あ、すごい、うん、ジオソフト真っ黒 だ、 真っ黒だ、今日黒いものばっかりね、黒曜石にちなんだ。美味しそう、うん、じゃあいただきます。どうぞ。めっちゃ美味しい。黒ごまチョコみたいになりますよ。あ、美味しそうだね。体に良さそうなんですよ。美味しい。私はカレーがまだ食べ終えてません。すごい量がいっぱいだね。すっごいいっぱい、うんうん、口黒い。黒い？うん、黒くなりそう。あ、これがやりたかったの。ここまた来たい。また来るか。うん、黒服で着ればよかったじゃん、合わせで。うん、確かに。黒服 NG なんだよ。NG？ うん。なんか昔台湾に一人で行った時に占いしてもらったの。うん。でその時に黒服は着ないようって相性が悪いって。すごい、それ何年前の話？10年前ぐらいか。それからずっと守ってる。ずっと守ってる。すごい。そんな一回言われたら確かに着れないかも。そう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 。え、なんでそこ？じゃあ最後はゆっくりしていくか。どうですか？何度？41度。なんかここリラックスできるね。全てが揃ってる。すごい。すごい。アクティビティもできるし、家族連れとかでも人気だね、きっと。高いね。今日行きたかったスタンプラリーの道の駅、3カ所目行ってます。ぬくもりがすごい暖かい道の駅です。この森の中からカフェに行ってます。はい、森のクラスプレスカフェです。お昼食べたばっかりのようですが、もう3時なのでね、コーヒータイムにします。絶品の丸々スイーツ、2人とも好きだね。もともと地域おこし予約制の方が、調べてたらお休みでした。臨時休業だったね。臨時休業でした。わあ、ショックだな。ちょっとね、楽しみにしてただけショックだね。チーズケーキが食べれるお店で。そう、チーズケーキとコーヒーがね、食べれて、店内もすごい温かみがあって素敵なお店だったの。ね、ぜひ皆様は行かれてください。そうだね。なので、ちょっと違う場所にも向かってます。お願いします。まあ休憩はできそうな場所だね。うん、そうだね。おー、のんびりしてていいね。ここ左手がキャンプ場みたいで、そう自然いっぱいです、うん、近くにね、コワーキング施設があるみたいなんです。おー、線路が走ってる。日帰り温泉施設もあって、日帰り温泉は大人一人で行く。うん、ね、ここキャンプもしに来れるしいいよね、うん、温泉もあるし。そうそうそう。で、なんとここにコワーキング施設があるんですよ。ね、
ね。うん、すごい。さっきまで県外だったのに電波もなくてね、森の中に現れました。パソコン一応持っていくの？一応ね。おお、すごいよね。いや、すごいです。うん、お邪魔します。ワーケーションオフィスエンガル。木の香りするね。施設です。落ち着いて眠くなっちゃう。眠くなってきた。すごい、今まで行ったコワーキング施設の中で本当に一番いい。エンガル町すごいです。すごい。北海道遺産の SL が走っていた場所、どうですか？鉄オタ的には。最近私たち鉄道の動画見るのハマってるんだよね。鉄道旅の動画。今日は走ってなかったね。ねえ、でも線路が見れました。うん、たら できました。無事に、うん、やったやった。駅弁なんだって。これはエンガル駅の名物。へえー、そうなんだ。うん、せっかくなのでエンガル駅を見に来ました。電車でも行けるね。今日はせっかくエンガルまではるばるとやってきたので民泊を予約しました。ちょっとだけコープ札幌でなんか見てから行こっか。旅館って響きがいいよね。おー、旅館。ではお風呂も入ってくつろいだのでお夕食の時間です。はーい。コープ札幌でも買い物しましたね。うん、した。とエビとアボカドのサラダ。これはね、オホーツクのタコ足刺身。すごいよね。美味しそう。うん、とシンくんはコープ札幌のパートナーさん考案弁当。うん、なんか地域対抗で作ってるみたいで、うん、それを食べます。ね、ここのコープでしか買えないんだもんね。そうそうそう。甘辛ザンギとうどんセットだって。うん、すごーい。いただきます。よし、いただきます。岩棒岩が乗ってた。あ、そうなんだ。うん。ぎっしりだね、こう見ると。そうだね、美味しそう。あ、いい香りしてきた。うん、がすきました。じゃあクラシックいただきます。冷やしておいたね、冷蔵庫で。泊まるときしか飲めないもんね。美味しい。美味しい。最高だね。うん、旅館嬉しいな。いただきます。豚汁が美味しかった。北海道産のお味噌使ってるみたい。あ、そうなんだ。
カニ飯だ、うん、今日朝新千歳空港からこっちまで来て、うん、頑張った ね取れるんだねここまで、うんうん、まあ、車中泊もいいけど、うん、新千歳空港に来られる方ってさ多分レンタカーじゃん、うん、レンタカーで車中泊するって難しいと思うから、うん、ね、こういう宿とかも取ったりしてね、うん、そう今回は観光に来られる方目線で旅してみたんですけど、うん、そうだね、うん、ガルチョを知らない方にお出かけしに来てもらえたら、そうだね、うん、国宝の供養石もね、うん、学びに、それだけじゃなくて自然もすごいなって、そうだね、うん、うん、晴れてたらもっと見れるんだろうけど今日はお天気がね、ね、またゆっくり行きたい、ね、うん、もうこの日を予定してたからね、うん、確かに。タコじゃ食べてみようか、あ、タコ食べてみて、うん、うん、タコめっちゃ美味しい、美味しい、うん、よかったね。エンガルの方が栄えてて便利だね、一番お店とかがあってね、そうだね、エンガル町の方だね、うん、いただきます。はい、綺麗。うん。うわ。うん。これ美味しい。美味しい。カニの旨味が。うん。ギュッと。すごい乗ってるもんね、身が。うん。すごい美味しい。人気って書いてあったもん。ね。うん。それたまんない。たまんないね。うん。今ぜひ食べていただきたいです。うん。うん。前日までに予約が必須なので。はい。そこだけ。カニ飯美味しすぎます。うん。感動した。駅弁いいね。そうだよね。うん、人気出そう。うん、人気なんじゃない。人気だった。うん。ちょっと旅してる感じするかも。確かに。この日本一周中とかそういう駅弁とかも食べなかった、ね。食べなかった。駅弁いいな。うん。鉄道旅しようしんちゃん。北海道鉄道旅か。うん。やりたくなっちゃった。やってみよう。北海道産シュークリーム、これもポップで買いました。そう。いただきまーす。いただきます。ずっしり。重たい。重たい。うん。たっぷりで美味しい。クリーミー。うん。クリーミー。うん。旅館にはね、テレビがあるからつけてるんですけど、うちにはないから、すごい新鮮です。北海道の CM。あ、そうそうそう。すごいな、新鮮で面白い。うん。セイコーマートとかもね。うん。CM もね。うん。いいね、たまには。うん。では若松旅館さんありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました、うん、よかった。ゆっくりできました。こういうところの朝ごはんは美味しいね。ね、難しい味という。そうそう、今日もエンガル町のシンボル岩棒岩が見えてるね。うん、岩棒岩はね、アイヌ語でいつも見えるところって意味なんだって。なんかね、頂上からの見晴らしもいいみたいで、うん、街がね、一望できるんだって。線路が見えたりして、うん、また晴れたら登りたかったね。結構なんか柵とかもなくてね。あ、そうそうそう、そう自然のままだから、うん、危ないみたいだけど、うん、うん、じゃあエンガル町ありがとうございました。ありがとうございました。エンガル町は北海道一周した時に来たことなかったんだけど、そうだよね、うん、いろいろ学べるし、黒曜石の歴史とかね、そうだよね、うん、グルメもあって、うん、緑豊かでアウトドアも